青コーナーブラックペア 3WA 世界タッグチャンピオンチーム140バンドマミークマノー年間の世界タイトルを賞中に収めましたブラックペアであります。まずマミークマノー選手、素敵な挨拶。イグスターユミ例によって愛嬌のかけらもないといった感じ、素敵な挨拶を送ります。池下由美であります。そしてレフリーがポロ・プラド選手であります。まあ、このレフリーはですね、はい、メキシコでもまだ現役でその試合ができるというレスラーとしての資格を持ってるんですよね。はい、さあ今ゴングが遅れてなりましたといきなり試合が始まりましたね、はい、この現場ところはもう十分警戒しなくてはいけなかったんですけどもね。あ、ジャッキーが捕まりました。早くもブラックペアにジャッキーが捕まりました。あーダーティーファイト、愛も変わらぬダーティーファイトであります。さあジャッキーがコーナーに捕まってしまいました。 3WA の晴れて世界チャンピオンとなりましたブラックペアであります。 3WA のシングルの世界タイトルを持っておりますジャッキー佐藤、早くも2人攻撃であります。これはたまったものではありません。今日はジャッキー何か言ってましたか、この3人。そうですね、やっぱりブラックペアはもうずっとペア組んでるんですけど、はい、トミーとまだっていうか、うん、ジャッキーは1人になっちゃったんで、はいはいはい、その点でって言ってないんですけれども、なるほどね、はいはい、でも頑張りますとは言ってました。とにかくブラックペアのね、はい、まあ、コンビネーションというのはもう素晴らしいですからね。そうですね、はい、ジャッキーとしても今日はトミーとのコンビであります。まあ、マキがいてね、はい、ビューティーペアでブラックペアと戦うんだったらね、はい、これはまた違った意味で大いに楽なんでしょうが、さあ早くもコーナーに捕まってしまいましたジャッキー佐藤であります。まあ、しかしマキとのコンビは美しい友情といいますかね、はい、いつまでも忘れることはできません。今美しい決意で再出発のジャッキー佐藤であります。千景和也さんの素晴らしい作詞でね、美しい決意というのがね、はい、新しく今度発売になるわけなんですけども、この歌なんかファンクラブの人たちが聴いていて思わず涙を流したほど素晴らしいというか、はい、今のジャッキーの心情をですね、はい、歌っている歌だそうですね。はい、はい、もう膝が真っ赤です。はい、しかしもうそういった感情に浸る暇もありません。ジャッキーであります。来る日も来る日も激しい戦いが続いております。狂気のレフリーであります。さあロープを利用してましてね、はい、さすがにこのロープを利用した反則攻撃は軽く注意という感じです。さあまた足を蹴っている池下由美の徹底したウィークポイント攻撃、今タッチしました。トミーがタッチ、トミーがタッチ、あーっとタッチしてますけどもね、見てないんですね。そうですね、ブラックペアの陽動作戦がうまくレフリーを引っ掛けております。レフリーが見ておりません。見ていないところでタッチしたりじゃあどうしようもありません、認められません。この間にジャッキーはまたコーナーに連れてこられました。いても立ってもいられませんね、こういう試合はね。もう3対1になっちゃいますね、はい、しかも公正な試合をね演出しなきゃいけないレフリーがこれですからね。ニードロップですね。ジャッキーの左膝は大丈夫でしょうか。持病になってましてよく卓球するんでね、この後失敗であります。トミーが入ろうといたしますが、もうこのレフリーではダメでしょう。さあこの間にブラックペアはもう徹底的な反則攻撃、まあ、逆に言えばブラックペアがうまいんですよ ね、 そうですね、レフリーの注意をね、はい、そらしておいて反則攻撃、タッチをするときなんか全然その見せませんね。とうとうルーシー加山が出てまいりました。ルーシー加山が出てまいりました。レフリーを攻撃しております。しかしあまりやるとまたカットさせますと
助けないといけないんですけどもね。トミーが出てまいりますが、これではダメでしょう。うまいタイミングで出ないとね、こういう感じでコーナーに連れ戻されます。試合が始まって終始ジャッキー佐藤はブラックペアのコーナーであります。しかもまた反則反則反則ですね。コーナーは出てないですけどね、もう反則でね、はい、時間も作られてますんでね、これが効いております。さあコアタッチのチャンスです。コアタッチ、コアタッチ、これは認められるでしょう。またトミー青山はリング下に転落ですね。この間にジャッキーはもう徹底的に足を攻められておりまして意識朦朧であります。今はタッチしたでしょう。完全にしてるダメかな。ほらお客さんが怒ってますよ。わかるな今の気持ち。お客さん、さあまたジャッキーが捕まりました。ブラックペアのコーナーであります。ロープを掴んでいる犬からね踏みつけてます。これはさすがにレフリーが注意しております。もうジャッキーがコーナーからね、はい、トミーにタッチするというチャンスがほとんどなさそうなんですよね。一瞬の隙を伺わなくてはこれはもうどうしようもないでしょう。はい、あ、これはどうでしょうか。これはタッチ、これはタッチ、これは認めたと思いません。さあ、これは認めたと思いません。レフリーの前で綺麗にタッチいたしましたトミー青山であります。あーっとトミー勢い余りました。カットしすぎましたね。そう、ちょっとようやくリングの上に登場できたトミー勢い余りました。自爆であります。これではどうしようもありません。闘志が空回り、逆にネックブリーカーを送っております。さあ今度はトミーが捕まりました。強烈なヘッドバット。今日は一方的ブラックペアのペースであります。まあ、しかし瀕死の重傷だったジャッキーがなんとかコーナーでね、あーっとこれは逆転なのか。さあトミーの逆転技、マイカッカルーキックアウト、それいったバイド3連発。さあ髪の毛を掴んで投げ飛ばしました。コーナーであります。ようやくジャッキーが登場しました。本来のタッチであります。ジャッキーの連発スター、そしてバックドロップか、前に落としましたね。これは効いています。バックを取った、バックドロップ、うまいぞ。カウント入ろう、カウント3。伝家の宝刀バックドロップ、ジャッキー佐藤が1本を取りました。大逆転であります。いやー大逆転でした。今日疲れました。さあ2本目がこれから始まります。今ゴングが鳴りました。1本を逆転で取りました。ジャッキー佐藤そしてトミー青山でありますが、さあこうなるとブラックペアもう何をするか橋本さん分かりませんよ。はい、なんといってもブラックペアは現在 3WA の世界タッグチャンピオンチームであります。そういった意地もありますしね。1本目を取られるとすごく痛い、そうじゃなくてもね、1本先取されますともう徹底的にやりますんでね。こうなったらジャッキーとそれからトミーはもうストレート勝ちを狙うしかありませんよ、ね、はい。さあここを取りますと締め立っておりますトミーであります。これはうまい、しかし長身ロック危ないですしね。はい、今なんかタッチしてないんですけどもね、あっさりあっさりレフリーが認めております。依然としてトミーの攻撃、ジャイアンツスープは途中技、18番中の18番。さあどう話しますか。体の小さな池下すっ飛んでおります。ちょっと今あの
あっとうまい後ろに投げ飛ばしました。今度はキック、さあ、あっと危ない、こういうところが危ないんですよ。あっとっとっと、お互いに挙挙実実であります。バックドロップの体勢、危ない、これは決まるぞ、これは決まるぞ。カウントが入るか、カウントが入るか、入ったか、カウント2、カウント2、しかし、あ、危ない危ない、トミー危ない、あっと今ゴングが鳴りました、ゴングが鳴りました。カウント今2でしょ、今入ったんですか、入ったんですか、今あのバックドロップは効いてることは効いてるけど、カウントは2だったと思いますけどもね。いやしかしね、意識朦朧ですよ、意識朦朧ですね。今のはちょっとおかしいな。もっともバックドロップはもうまともに決まりましたからね。そう、はい、かなり果たして、トミー青山3本目大丈夫か。どうも橋本さん、1本を取られちゃまずいんだ、ね、返されちゃまずいんですよね、はい、特にあのトミーがバックドロップでしょ。あっとまた行かれるか、これはなんとかかわしました。崩したバックドロップの連発であります。もうバックドロップを食うと危ないトミー青山、ちょっと朦朧としてますからね、意識はまだね朦朧とした段階であります。すごいですね、今のは体重を預けてカウントはどうか、今の足がかかってましたね、カウントは2でした、これはどうしようもありません。さあ熊野真美、まだあのトミーは意識おかしいでしょ、はい、ね、何か目がうつろですもん ね、 そうですね。さあ1対1になりましたが、形勢はブラックペアが完全優勢であります。やはりストレートで決めなくちゃいけなかったんですがね、池下にバックドロップのチャンスを与えてしまいました。1本のジャッキーがバックドロップで、2本目は池下が、これまた変化の好投バックドロップで、バックドロップの応酬であります。強烈な試合になりました。バックドロップっていうのはね、あんまり使えないんですよね、一つ間違えるともうね首の骨を折ってしまいますから、ね、ですからバックドロップをかけるとほとんどのその関係者が目をつぶると言いますからね、はい、こんな怖い技はありません。